はい、どうもこんにちは。今回はですね、佐々木朗希選手と奥川選手のピッチングフォームを解説、比較しながら解説していきたいと思います。まずはですね、佐々木選手とそれから、奥川選手のピッチングフォームを動画で見ていきましょう。でまずは、佐々木選手からですね、まあ、ちょっと早いんですけど、大体こんな感じっていう風に見てもらえればと思います。これは今年の、試合でのフォームかなと思っています。はい。で、続いて奥川選手です。こちらはですね、奥川選手最近肘怪我して今投げてないので、どちらか去年のフォームになってしまうんですけれども、こちらを見てください。で、まあ少し佐々木選手と、撮ってる角度が違うのと、ちょっとこうブレてる部分もあるのですが、そこはご容赦いただければと思います。はい、では、ここからですね、部分的に解説を進めていきたいと思います。まずは足を上げたところのフェーズからになりますが、まあ、見て、わかる通りですね、もう足を上げている高さが全然違いますよね。佐々木選手の方がかなり高く足を上げています。まあ、これはですね、ここまで足を高く上げられる選手ではなかなかいないです。というのも、足を高く上げると、重心の位置が上がります。で、重心の位置が上がると、まあ、これは高いところからボールを落とす、イメージを持ってもらえれば分かると思うんですけど、高いところからボールを落とした方がより加速して、速くなりますよね。ということで、重心を上げることによって、勢いをつけて球速アップにつながるんですね。なので足を高く上げた方が球速は上がりやすいです。ですが、足を、上げるためには、この股関節周りの柔軟性だったり、片足でしっかり立つための足腰の筋力、そしてバランス感覚というのが必要になってきますので、ただ上げようとしてもうまく上がらないと思いますから、足を高く上げられるだけの、柔軟性、筋力、バランス能力、こういったところが、必要になってきますので、佐々木選手はそれらを、全て備えているということになります。で、奥川選手は足を上げる高さはそこまで高くはないんですけれども、しっかり、軸を意識されているのか、まっすぐ立つことができています。なので、必ずしも高く上げる必要はありません。まずしっかりバランスよく立つということがとても重要なので、ぜひ皆さんはバランスをまず意識してもらって、バランスの中で上げられる選手は高く足を上げられるといいんじゃないかなと思います。で、ついで、体重移動をしていくところ。まあ、踏み込み足の膝がまっすぐ伸びたところで、止めています。で、ここの形としては、お互いですね、ヒップファースト、お尻から体重移動を始めています。まあ、撮ってる角度が微妙に違うので、この角度は違うんですけれども、佐々木選手の方が、まあ、しっかりお尻を引いて、ヒップファーストの形を深く作ることができているかなと思います。私はですね、ヒップファーストを進めていて、やはりヒップファースト、お尻から体重移動した方が、股関節に体重を乗せやすかったりとか、骨盤の開きを抑えやすかったりしますので、なのでしっかり、お尻からヒップファーストしていくことをお勧めします。続いて今度は体重移動のところですね。ここのフェーズで大事なポイントとしましては、軸足の押し方になります。ここの軸足の押し方に関しては、私は奥川選手の方が好きですね。というのも、この股関節、それから膝、足首が一直線上に来ていますので、力のロスが少ないのかなと思っています。佐々木選手はやや膝がこの股関節と足首を結んだ線よりもちょっと外側に行ってしまっていますので、力がやや外側に逃げているのかなという印象があります。なので、この押し方としては私は奥川選手の押し方の方が好みですね。なので皆さんもこちらの押し方を真似できるといいかなと思います。で、よく、踏み込み足の使い方として、くの字ステップっていうのが挙げられています。で、くの字ステップは何かっていうと、このように踏み込み足の膝を曲げてですね、くの字、ひらがなのくの字になるように、ステップをしていく使い方を言います。よくね、このくの字ステップが、まあ、よく、プロ野球選手の球が速い選手がやっていますので、まあ、それを真似て、くの字ステップだけ真似する選手がいるんですけれども、くの字ステップの何がいいかっていうと、しっかりこの骨盤の開きを抑えることができるんですね。
なので、佐々木選手を見てもらえればわかるんですが、このように骨盤が開かず、で、肩もここで壁を作ることができていますよね。奥川選手はやや、この、まあ、くの字ステップなんですけれども、ちょっとこう、骨盤の開きが少し早くなっています。ですので、皆さんもこの足の形だけを真似するのではなくて、こうすることによって何を改善しているのかというのを意識できるといいですね。なので、しっかりここでは骨盤の開きを抑えるということがとても大事です。逆に言えば骨盤の開きを抑えることで結果的にくの字ステップになるというふうに考えてもいいのかなというふうに私は思います。続いて、手の上げ方、テイクバックの取り方なんですけれども、ここも両者に大きな違いがあります。奥川選手は肘から上がってきてますよね。肘から上げるような形のテイクバックになっています。いわゆる M 字型とか、W の逆、インバーテッド W というような、上げ方になっています。で佐々木選手は、まあ、肘は上げずに手から上げるテイクバックになっています。よくアメリカではこちらの形をですね、もう推奨されていたりもします。肘から上げるようなテイクバックは肘に負担がかかりやすいのでやめましょうというふうにも言われています。で佐々木選手も高校の頃は肘から上げるようなテイクバックを取っていたんですけれども、おそらく、プロに入ってからそこは修正されたのかなというふうに思います。で、ただ、私個人的にですね、思っているところとしましては、この前足がついたところ、これはつま先設置ですね。つま先が設置したところで止めていますが、インバーテッド W、肘から上げるテイクバックが必ずしもダメというわけではなくて、この、つま先が設置したところ、前足がついた時に、トップを作ることができていれば OK だというふうに私は思っています。なので、奥川選手は肘から上げるようなテイクバックの取り方をしているんですけれども、前足がついた時にはしっかりトップを作ることができているので、なので、これだったら、別に、肘から、テイクバックを取っても大丈夫かなと思います。まあ、それで言ったらもちろん昔の日本人の、ピッチャーって大体は肘から上げるテイクバックをしてるんですよね。なので、じゃあ日本人のピッチャー全員肘怪我したかっていうとそういうわけではなかったと思います。なので、肘から上げても別に大丈夫で、肘から上げても、踏み込み足がついた時にトップができていれば大丈夫です。肘から上げるとどうしてもトップを作るのが遅れやすくなるので、なので結果的に肘から上げるのは良くないですよっていうふうに言われたりしてるんですけれども、肘から上げてもちゃんとトップが間に合っていれば OK というふうに覚えてもらえればいいかなと思います。逆に佐々木選手の場合、手から上げるようなテイクバックをしているんですけれども、ちょっとトップを作るのはやや遅めかなっていう感じがします。まあ、ただ、肘よりも一応手は上に来ていますので、まあ、この形であればまだギリセーフかなと思います。肘よりも下に前足がついた時にですね、前足がついた時に肘よりも下に手がある状態だと、まあ、ちょっと肘への負担が大きいかなと。トップを作るのが遅れるので、肘への負担が大きくなってしまうかなというふうに私個人的には思っています。あともう一つ気になるところとしては、トップを作るタイミングは奥川選手良かったんですけれども、骨盤が開くのがちょっと早いかなというふうに私個人的には思っています。この前足がついた時に結構、骨盤がもう回っていますよね。なので骨盤の開きが早いと、やっぱりそこは、肘が遅れてくる原因になってしまいますので、肘の負担にもなりやすいので、まあ、そこがちょっと、注意した方がいいのかなと。今奥川選手肘を痛めてしまってるんですけれども、まあ、そこの要素としては、この開きが早いというところがあるんじゃないかなと。まあ、ある人によってはこのテイクバックの、上げ方が良くないというふうに言ってる方もいらっしゃるんですけど、私個人的にはそこよりも多分開きが早いのがちょっと問題かなというふうに私は思います。で、佐々木選手はまだベルトのこのバックルがこちらを向いていますよね。骨盤の開きは十分抑えられているのかなと思いますので、佐々木選手はまあトップを作るのは若干遅いんですけれども、開きをしっかり、貯めることができていますので、なので、まあ、ここの使い方は非常にいいなというふうに私は思います。で、続いて、足が完全に設置したところで止めています。で、ここを見てみると、やはり開きのところは大きな差が出ています。佐々木選手は、踏み込み足が完全に設置していても、骨盤の開きは抑えることができていて、上半身と下半身で捻転差を作ることができています。奥川選手は踏み込み足がついた時に骨盤がかなり回ってきていてですね、下半身と上半身がほぼ一緒に回ってしまっているような状態になってしまっています。それによって腕が遅れてしまって肘への負担になっているんじゃないかなと私は思います。
で、また上半身の突っ込みもちょっと気になりますね。骨盤の開きが早いというのにも合わせて、奥川選手の場合、少しこう頭が前に突っ込んでいるようにも、見受けられます。まあ、それによって、よりですね、この肘が遅れてくることによって、肘が伸ばされてしまって、肘の負担になっているんじゃないかなと思います。で、佐々木選手はこの体の突っ込みを抑えることができています。前に突っ込まずにしっかり開きを抑え、突っ込みを抑えて、投げることができていますので、なのでこのフォームはとてもいいのかなというふうに思います。で、続いて、このしなっていくところですね。トップを作ってからしなり始めるところで止めていますが、踏み込み出しのところが一つポイントになるかなと思います。ここでしっかりブレーキをかけることが、まあ、上半身がしっかり乗せる、前に乗せる上で大事になってくるんですけれども、佐々木選手はしっかり、止めることができていますので、この使い方とてもいいです。で、奥川選手も悪くはないんですけれども、もうちょっと膝の角度が浅くてもいいかなっていうふうに私個人的には思います。それから軸足の使い方ですね。この時にしっかり軸足が伸びていることがとても、重要なポイントになってくるんですけれども、奥川選手はしっかり軸足を伸ばして、この、加速器っていうんですけど、ここのフェーズを作ることができています。ですが、佐々木選手はちょっと軸足が曲がってきてしまっていますね。もともと軸足は外側に開いていたと思うんですけれども、おそらく開いて内側に倒れるような使い方になってしまっていて、軸足の押し方がちょっと弱いのかなっていう感じがします。なので、軸足の使い方で言うと、奥川選手の方が上手かなっていうふうに私個人的には思います。それで最大外旋と呼ばれる腕がしなるフェーズのところになりますが、ここで大きな違いというか、奥川選手にとっては一番良くないポイントが見受けられますというのはどこかというと、肘の使い方です。見てもらえればわかるかなと思うんですが、奥川選手はこの最大外旋のフェーズで、肘を前に突き出すような使い方になってしまっています。これがですね、肘の負担になっているんじゃないかなと、大きな負担になっているんじゃないかなと思います。まあ、ここまでで、まあ、奥川選手は少し開きが早い。それから上半身が、突っ込んでいる。というところに、付け加えてですね、肘を前に突き出すようなフォームになっていると。まあ、これも合わせて肘への負担が大きいんじゃないかなと、私は思います。で、佐々木選手は肘から出すのではなくて、胸から前に出るようなフォームになっていますよね。ここがとても重要です。最大外旋、一番しなるときに肘が前に出てしまうとダメです。最大外旋のときに肘が前に出てしまうと肘の負担になりますので、そこはぜひ皆さん気をつけてもらいたいなと私は思います。で、続いて、リリースのところですね。で、奥川選手のところが、どうしてもリリースのところのコマがなかったので、ちょっと遅れてしまってるんですけれども、リリースのポイントとしては、この、リリースの手の位置、それから肘、肩。ここはですね、一直線になっているのが理想です。肘がこう曲がってしまうと肘の負担になりますし、逆にこの手の位置が後ろに来てしまうと、この肩の負担にもなってきますので、ここは一直線になってくるというのがとても重要なポイントです。佐々木選手はここはかなり綺麗になっていますので、OK です。でも、奥川選手はおそらくリリースもうちょい手前になってくると思うんですけれども、まあ、ちょっと多分肘がこう出てきてるんじゃないかなというふうに、予測はします。なので、こういうフォームになってしまうと、リリースで肘が曲がってしまうと、肘の負担になってきてしまうので、まあ、そこの使い方は、非常に変えた方がいいなと私は思います。そして最後、フォロースルーのところになりますが、フォロースルーのところで言うと、まず肩がしっかり入れ込むことができています。これは、お二人ともできていますので、いい形かなと思います。一つ気になるところとしては、この膝の高さですね。奥川選手は膝の高さが低いんですよ。で、佐々木選手は膝がしっかり上がってきています。というのはどういうことかというと、奥川選手はちょっとこう上半身での投げ方が強いかなっていう感じですね。少しこう肩で投げているような感じがします。で、佐々木選手はしっかり軸足、踏み込み足の股関節に体重を乗せることができていて、下半身をうまく使うことができるフォームかなと思います。なので、そういったところも、肘への負担になってるんじゃないかなと私は思います。では最後に、ピッチングフォームをもう一度流れで見ていきましょう。はい、こんな感じですね。なので、佐々木選手はかなりフォームは綺麗だと思います。私的に見ても、
修正するべきところってのはほとんどないかなと。まあ、軸足の使い方だけちょっと私は変えてもいいかなというふうには思うんですけれども、それ以外のところに関して言うとかなり、理にかなったフォームになっているのかなと思います。だからこれだけ、まあ、速い球を投げることができているのかなと思いますので、ぜひ皆さんも参考にしてみてください。で、こちらが奥川選手のフォームですね。奥川選手のフォームも非常に綺麗です。軸足の使い方はいいなと思うんですけれども、まあ、ある、いろいろなところで、述べましたが、体の開きが早かったりとか、上体の突っ込みが少し、行き過ぎていたりとか、肘を前に突き出すようなフォームになっていたりというところで、少し修正するところがあるのかなというふうに、私個人的には思っていますので、皆さんも、ぜひですね、同じようなフォームになっている方がいらっしゃいましたら、そういったところは修正した方がいいかなと思います。はい、以上で今回の動画はおしまいにしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。